G1 レースもね、まあ、一休みということで、今週はマイラーズカップですが、また例によってね、立東での攻め気配のお話していこうかなと思いますが、はい、今回はコース組かなと、そうですね、まあ、そうだと僕はコース組だなというふうに思うんですけども、まあ、やっぱり注目はフィエロですよね。まあ、ここに来てね、本当にあの3連勝と、すごく、まあ、波に乗ってる馬でもあるんですけども、まあ、追い切り多もね、まあ、やっぱり力強さを増してる感じですね。今週は合わせ馬で、まあ、両馬のセールラージっていう馬と合わせたんですけども、まあ、セールラージがね、ちょっとこう、気の抜く面がある馬なので、まあ、大きくちぎれる、その分、まあ、大きくちぎれる形になったのもあるんですけど、ただ、軽く仕掛けるだけでね、あの楽に突き放してきたんで、すごくあの動きも躍動感あふれるものでしたし、結構軽いタッチで走ってるんですけど、この時計が出たんで ね、あの、まあ、破壊力というのがだいぶここに来て増してる感じがします。あの、まあ、フィエロはね、まあ、元々ちょっとこう、素質に体質が追いつかなくて、まあ、徐々にね、この馬の成長に合わせて仕上げてきた感じなんですけども、ここに来てようやくね、そういった、体の方もしっかりして動けるようになってきましたし、そういう意味では同じような、当選が同じ厩舎のね、当選だと同じような成長カーブかなというふうに思いますしね、こういうふうにこう馬の成長に合わせて成長させていくのはうまい厩舎ですから、それがよく出てるなというふうに思いますね。まあ、とにかくこの馬は本当に、まあ、前走でね、前走でも確信しましたけど、重賞の一つや二つ取る馬だと思いますので、まあ、それとまあ実績組ではもうエキストラエンドですからね。前回の、まあ、馬場の悪い、まあ、東京新聞杯、あまりこう、いい馬場ではやれなかったんですけども、そこもこうしっかりこう結果を残したように、だいぶ馬に芯が通ってきてますし、確実にこう力を発揮できるようになってきてると思います。で、まあ、肝心の動きですけどね、まあ、サントワースの最内で真ん中のイサベルっていう馬が、あのフローラステックスにも登録しているぐらい、まあ、素質に高く評価されている馬なんですけども、この馬とね、まあ、びっしりこう競り合うような形で、最後までこう気を抜かずにしっかりこう走れてましたし、あのちょっとね、そのイサベルの動きにね、ぴったり合ってしまったんで、うちでちょっと見にくかったんですけど、ただまあ走りっぷりはすごく躍動感がありましたし、前走の疲れっていうのも残ってないと思うので、今回もいい競馬してくれるんじゃないでしょうかね。穴っぽいところで何かありますか？そうね、お坂で言うとかなあかんのは、大隅ナイン。まず。まあね、あの3歳の頃はちょっとあの、まあ、気象的にね、ちょっとやんちゃなところがあって、時計は出るけど、こうなんていうかな、まだちょっと走りが軽すぎるっていう。まあ、それでいて、まあ、実戦行けば、まあ、きっちりと結果出してたんですけど、そのあたりはね、あの、年明けてから、やっぱりそういうところ、そういう面で成長が見られて、こう、なんていうかな、追い切りでもこう集中して走れるようになってる。だから、軽快さは3歳の方が、まあ、の時の方がまあ、ありましたけど、動きに関してはね。ただ、こう、重厚感というか、なんか小馬になって、そういう面が出てきたのはいい傾向かなっていう。まあ、今回ね、まあ、ちょっと休み明けなんでね、体もギンギンやし、動きも抜群やしっていうところまではまあいかないですけど、まあ、あの仕上がりがね、いいですね。きっちり体も仕上がってますし、本数もね、十分、やってますからね、まあ、力出せるんじゃないですかね、このままがね。あとはね、今日やったんですけど、カオスモス、具合だけはほんまにいいんですけどね、やっぱり、まあ調教掛けするんでね、なんでダート使わへんやろっていうそう思うけどね。なるほど。まあ、ただその調教の動きがやっと実践に結びついてるんで、そういうところがあるから、まあねえ、いや芝でもっていうのもあるんでしょうけど、まあ出来の良さでちょっと、まあ、具合はいいんですが、動きは相変わらずいいし、あとはワールドエース中間フレグモーネがあってね、まあ、休養を挟むような形になりましたけど、まあ、その後、それほど大事にも至らなかったみたいですし、しっかり調教を積んでるんでね、まあ、時計はもう抜群に早いのが出てますからね、
で馬体なんか見ても全然こう、まあ2ヶ月ぐらいでしたかね、休養も、まあね、そんなにブヨブヨになる感じもないし、まあ長い休みをちょっと叩きされて前回、うん、まあ、今回まあ2ヶ月ぐらい空きましたけど、うん、雰囲気いいんじゃないですか、これも。まあちょっとね、スケールあるですね、うん。まあ、構図組はね、まあ、人気もしそうで順当に良さそうで、半路組はいわゆるちょっと注文があるけれども、ちょっと穴っぽい魅力もあるぞということで、この辺をどう絡めて買うかがポイントかなと。そうですね、まあ、構図組とはでも割と確実にね、そうね、こっちの方がね、感じはしますけどね、二等ともすごく充実期に入ってる感じはするんで、まあ、ここが、主役はこの2等なのかなという感じもしながら、まあ、ちょっと穴目もどうかというところで、そうですね、まとめさせてもらってよろしいでしょうか。はいはい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。